どうもスカイピースイエイ。すごい意味わかんないロケーションです。どうも夜の公園にライトを立てて一人で喋ってるという謎なねロケーションから始まるんですけども、今回なぜこの場所にいるかというとですね、みんなも気になってる方がいると思うんですけども、1年間バレエを練習してバトルするっていうのをやってるんですけども、その中でですね、小田家が今ねなんかどうなってるのっていう声があったんで、小田家と連絡取っていろいろと話しました。今となってはもうめちゃめちゃレアキャラになってる小田家来てくれてます。どうぞ。私服変わったね。あ、変わりました。変わったね、私服。変わりました。いやもう来た瞬間からびっくりしましたよ、僕は。アラビアナー、おだけ私服変わったやん、なんだけど。めちゃくちゃ見られました。アラビアナー、来る時気持ちよかったです。電車で来たんでしょ。はい。これ電車はすごいな。アラブ首長国連邦。違います、違います。アラブ首長国連邦じゃないです。日本です。あ、本当。だから多分だいぶ服装の文化が違うんですけど。あ、そっか、はい、そっかそっか。大丈夫ですか。間違えちゃいました。間違えちゃいました。今日今だけですね。あ、今だけです。はい。バレーもこれでいこうかな。いや、バレーこれなんかい。リーチはあんまないんで。リーチないな、はい、すごいハンデになるな、それは。いや、ということでですね、改めて小田家です。お待たせしました本当に迷惑をおかけしました、本当に。いやいや、全然です。いや、でもね、心配したよ。心配です。深い、深いな。ハグが深いわ。シシもうさ、ほんとにさ、そもそも練習とかも来てくれてたんですけども、はい、突然連絡が取れなくなって大丈夫だよ。いろいろあって、まず海で走ってたら携帯が海の中に落ちたんですよ。あ、そうなんで、それでインスタグラムとツイッターと全てのログインできなくなって、ああもう携帯失ってたんだ。失って、あ、これどうしようみたいな。とりあえずそれで過ごしてました。小田家らしいんだよな、マジで。いや、本当小田家らしいんだよな、その携帯ら俺でもね、ちょっとね、わかんないよ、気持ち。なんかその、なんだ、あ、携帯なく過ごしてみよっかなみたいな気持ち、マジでわかんない。すごいリアルを感じてました、ずっと。だよね。しかもさ、なんかこの世の中って携帯絶対必要じゃん。そうです。そんな中でなくなってみたらどうなるんだろうってことでしょ。あ、そうです、そうです。でも俺は怖くてできなかったけど、小田家はできちゃう。やっちゃいましたやってしまったら、うん、ログインした時にすっごい連絡が来てて、あーあ、嬉しいと思ってわあわあわあ、そんだけね、心配になってたから。この動画が出る前にみきおだの方で動画がちゃんと出てるんですよね。はい。その動画を見てもらえたらね、一旦まず大丈夫だということで、なんかスカイピースの動画で一発目でこういろいろ話すのは違うかなと思ってたので、はい、そこをぜひ見てみてください。あ、でもそうですね、気持ちいいですね。何の話、何の話何の話じゃねえ、何の話じゃねえ。あ、こんにちは。こんにちは。ここってアラブ首長国連邦ですか。そうですよね。そうみたいです。僕たちをご存知ですか。アラブ首長国連邦の総長です。はい。あ、そうです。帰ってきました。帰ってきました。いや、大丈夫ですよね、よかった。あ、じゃあ、よかった。おかしい、おかしい、それはおかしいよ入りすぎだろ、もうすいません、ちょっと動画撮ってて、ごめんなさいね、ちょっと。楽しんでください。楽しんでください、お二人のデート。ハバグースリープでですね、その、まあ、ダーケーが携帯をなくなってた期間、ちょいちょいその日程とかも送ってたんだけど、携帯がなかったから連絡つかなかったんですよね。小田家との連絡手段がもうインスタの DM みたいな感じになってたもん、はい、で、そこからちょっとごめんよ、謝ってくれて、いや、もう全然大丈夫だよと。まあ、ただそのこのバレエ企画さ、結構長期企画じゃん。だからなんか一回会ってコラボしてっていうので終わらないのがこのバレエ企画だから、すごい俺が心配だったのは、小田家の中でこのバレエ企画がプレッシャーになっちゃってたら嫌だなと思って、その連絡したら「ぜひ続けたいです」と言ってくれて、ありがとう。バレーボール選手になりたいですそれは絶対違うんだけどその心の持ちようはありがとう。結論から言うと、ジンジンズジャネイロに小田家は継続です。イエーイありがとうございます。俺はもう本当に小田家じゃないと嫌だって思ってた。嬉しい、戻ってこれてひたすら嬉しい。プレッシャーにはさせたくないなという気持ちありつつだけど、ジンジンジャネイロはやっぱりダーケ必要だなと。海外のラッパーみたいな動きしてた今。寒いですか。ありがとう、これで優しいんだ。牛牛これ牛
なのでちょっとね、改めてもうあれですか、日本にいるんですね。いや、はい、どっちかですか。どっちかですか。海外に行くこともあるしみたいな。いやでもそんななんかもう迷惑かける感じではないです。うん、はい、よかった。で、俺さ、だから海外いたじゃん。だから俺 DM して小田切に。なんて言ったんですか。 あなたに送ったんや。誰だったんや、あれは。いや俺が送ったんですよ、小田切に。だから動画で海外っぽいところにいたから、はい、誰にも会ってないだろうし会いに行きたいなと思って DM して、うん、もう全然動画撮るとかじゃなくてもいいから一回会いに行くよって、うん、したよね。言いました。いやもうなんかその心が僕にとってはすごく嬉しい。あーいやもうそんなそんなもう心配してくれてありがとうございます。みんな心配してたよ。本当ですか。きっとどうなんのとかさ、小田切大丈夫とか。でも俺が心配されなくなったら俺終わりだなと思ってるんで。そうだね、常に心配されたいなと思って。そうだね、はい、心配されてるだけもありがたいことだな。はい、そうです。いやでもほんとダメよ、心配させちゃ。本当にごめんなさい。もうけど、かわいいけどね。だからもう大丈夫なの、その動画が出るって言ってたけど近況だの方で。はい、大丈夫です。もう大丈夫なんだ。はい、じゃあもうそれはもうね、もうファンの人がいてこそじゃないですか、この活動って。いや本当にそうですね、はい、だからまあ心配させないようにしましょう。心配かけた皆さん、本当にこれでも応援してくれて本当にありがとう。俺はまだまだバレーボール頑張るから、みんなも一緒に頑張ろう。うん、いやー本当にいい BGM 流せよ、ぽくなる。もう今日は本当にそれを会いに来たっていうだけです。まあでもただやっぱりそのジンジンズじゃねえよ、強くなってますよ。ちょっと頑張って追いついてきてほしいと。もう絶対に食らいつきます。おお、何が何でもそれ嬉しいね。全バレーボール選手より上手くなれる自信あります。絶対むずいぞ。お前バレーボール選手強いぞ。小田切最初の練習で来てくれたじゃん。だからまあこの累計1回じゃん、はい、他にも義士っていうメンバーがいる。義士もまだ1回しか来ないんで。同じです。おい休むだぞ義士。ダノクシが言うとんねん。お前ダノクシが言うとんねん。本当に義士と一緒ってことですか、回数的には。そうだから大丈夫。だから大丈夫。でもうやっぱり本当に改めてですけど、はい、ジンジンズジャネイロとして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よーいや人全然いないからね。嬉しい。よかったよかった、戻れてよかった、戻れて嬉しい。よかったよかった、ありがとう、ありがとうな、ありがとう。シッシちょっとバレーしようぜ。お、やりましょう。真っ暗で見えないけど、ちょっとやろうぜ。やりましょう。30回続けよう。はい、30回続けるまで帰れません今日。余裕です。よっしゃ、俺も本気出すわ。だけ不安な気持ちあったら全部俺に伝えろよ。だけこのボールに魂すべて込めて。オッケー、いくぞ。はい、1回です。あ、1、2、3ですか。そう、あ、なるほど。てか痛くね、腕めっちゃ弱音入ってんだよね。一番やってるやつ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。暗いんだよ、すごいね。わかるし、コン君も一緒にやってたから。けどまあ、この映像で見る限りボールめっちゃ見えた。うわ、腹立つわそれ。このボールの位置。それめっちゃ腹立つわ。だからわかんないんですよ、この上向いた時にめっちゃ暗い感じ。本当に下手くそに見えるんだ。今めちゃめちゃちょっとできない人に見える。だよね、うわ、めっちゃ悔しいよこれ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13、13。今日、ザキに会いに来たじゃん。伝えたいことなんだよ。なんすか。やりながら行っちゃおうかな。やりながら行っちゃおう。いくよ。うん、ジェン君。俺はね、俺もザキ、ザキ3、4、だけ俺はな、うん、俺も俺もじゃない6、7、8、9、10、11、12、
中さん痛い、おちんちんが痛い。俺が今日ダーケンに伝えたいこと、それを急に伝えながらやるよ。俺も伝えたいです。俺は特に伝えることないんで。だよな、はい、それで俺の思いが実ったら全ての意味が通じるようにしよう。はい、俺は、うん、ダーケンがどんなに、ごめん。俺が今日はね、はい、伝えたかったことは、俺が今日ね、はい、ダーケンに、はい、伝えたかったこと、はい、それは君がどんなに、はい、どんなに、今何、今11回。ああ、いけ、もう本気で返すことを考えよう。これで終わります。そうしよう、マジで。で、本当に命かけて、これくらい、いや本当に、ボール目標する、俺これできなかったら俺終わり、マジで。ちょっとごめん、マジで。おだけごめんな、怒んないで。人は皆ミスをする、人は皆ミスをする。これをかっこいいやつしてみようか。本当に本気出していいっすか。マジでそうしよう、俺もちょっと本気出そうかなと思って。はい、4、5、6、7。違う、いか、これにかける。はいはい、4、はい、もう一回いけ、5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15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 、
今が25回。よっしゃ、いけるわ、いける。ウォーミングアップ終わりですね。ですね。ちょっと待って、ちょっと待って、トリックプレーすぎて。マジでやろう、頑張ろう、勝負しよう。俺あれですよ、これ銭湯あるんですよ。ごめんなさい、マジで。あ、マジで銭湯あるの？マジでごめんなさい。銭湯、これ銭湯あるんですよ。100キロとかじゃなくて銭湯。じゃあ行きますわ。ボカーこんな、こんな綺麗が、あー、はるよかった。めっちゃ苦いんだって。ロックリーだ。マジ嫌いだぜ。あ、これが問題だ。何？これが何でしょ？8000トンあるんですよ。8000トン8000トン。これ8000トンあるんですよ。リアル。それ脱いだよ。ウィーオーゴーでも大気が捨てたんですよ。これフルパワーです、俺。時間も持て1、2、3。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
ッケーオッケー9 10 お兄ちゃん1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12。何でお兄ちゃん来たの？憑依させればいいんだ、バレーボール選手を。あ、誰誰憑依させる？草間剛。草間剛バレーボール選手。あの服死にいるの？わかんないです、なんかないけど。いるかもしれない。草間剛。草間剛で憑依させます。草間剛。ちょっとある！ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。なんで勝てるの？15。絶対終わらせよ。どんなに辛いも怪我だとしても絶対終わらせよ。 We can do it！ よし、なるべくコンパクトにいこう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10。ムーンライト。よし、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14。できるはレシーブとスパイクね。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24。今の20？4。めっちゃ行ってるやん。パワー！オッケー、よし行こう。1 2 3 4。何やねんそれ。ごめんごめん、見たことない肩で返すの。いくよいくよ。だけ靴紐外れてたからずっとうまくいかなかった。あーすいません、僕も間違えてました。靴っていう存在が僕を邪魔してます。靴邪魔だった。はい、結構そいつ使えると思ったんだけど、ね、これ結構重いんですよ。逆にそれ何キロと何キロ？これ20キロです。今までと比べると軽いな。俺らにできないことはない。ないぜ。だからみんなも諦めず戦うんだぜ。そういうことを伝えたかったんだぜ。いや動画最後になるんですけども、はい、まあ、改めてね、小田家は俺、まあ、さっきっ伝えようとしてたことなんですけど、はい、もう俺人として好きだから呼んでんのよ。こっちがった人として好きだから小田家呼んでるから、動画関係なく心配だったし、あの時困ったことがあったら頼って俺を。はあ本当にありがとうございます。いや本当に人としてだからね。チームがたとえもしねこの企画が終わったとしてもですから、ケイスケとしてね頼ってくれよ。ありがとうございます。俺は、うん、このチームをナンバーワンスポーツプレイヤーに導きます。スポーツプレイヤーありがとう、はい、その気持ちありがとうな、はい、ありがとう頑張ろう。僕も言っときますけど、僕はジン君のその魂が好きです。おお。だからどんなことがあっても俺は離れないです。
ギュッ最後まで見てくれてありがとう。英単語1000個覚えたのかな。さすがにあのダーケーなら覚えてるでしょ。そしてバレーの練習の埋め合わせもできてよかった。遅れを取るわけにはいかないからね。その息だ。熱くなってきた。アイムマグマ。わーお、こいつヨガになってます。次回もお楽しみに。せーの、ピース。